次のエリアに進みましょう。あ、あ、ハーブがあった。どうも。で、こっからどうなる？お、誰視点？なんだあれ？はしご。様子が変だ。アシュリー、ここで待ってろ。え？珍しいね。自らアシュリーと別れるって。っていうことは？え、エイダ！どうしたの？あ、やっぱりあの後エイダ捕まっちゃったんだ。でもさ、殺されてないってことはレオンを、やっぱここに呼びたいから、待ってたよね。無駄だ、サドラ。あ！ナイス！あ、でも生きてた、よかった。大丈夫か？ええ。笑ってる。なんで笑ってる？何がおかしい？君もわかっているだろう。今やアメリカ人が勝つなどと、映画の中だけのクリシェなのだよ。クリシェって何？ケネディ君、私は君が気に入った。褒美として君の幻想に終止符を打ってあげよう。すごーい！エイダ、下がったろ！かっこいいな。エイダを守る。これサドラー様戦？もしかして？マジ？ちょっと待って。みんな、すごいね。本当に。顔がどれ？緊急事態発生。エレベーターを封鎖します。出たー。封鎖されちゃったー。でもこれは、アシュリーと別れたので、よかったんじゃない？何で戦うか、もうなんかマグナム使っていい気がするけどな。これだって最後の敵なわけでしょ？絶対。待って、でも、待って、弱点とかあるかな？さっき目ん玉あったよね、口の中に。あ、あった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 。あ、閉じちゃった目ん玉。ちょっと待って、やだやだ、怖い。何？あ、目ん玉ある。いやー！怖い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 ！ちょっと待って。ショットガンで目ん玉狙う！無理だね。何してるかわからないよ。え、待って。動けるエリアどこ？え？あ、でもなんか広いな。広く使えるので。で、このエレベーターが封鎖されたんだよね。動かない。OK。ちょっと待って。いろいろエリアを確認しよう。行ける場所を確認して、あ、こういう樽とか使いたいよね。樽使いたいし、あ、こういう上から攻撃するとかも良さそう。ライフルとかで。ハーブ取って、お、何これ？操作する。操作する。何これ？え？あ、なんか橋ができたぞ、今。で、こういうところから、やばい！ちょっと待って。そっか、ディヘナラドール用にスコープつけてたんだ。こうして、目ん玉狙いづらい！すごい狙いづらい。ショットガンじゃないと厳しそう。いった！え、これ、効いてる？あ、でも、効いてそう、効いてそう。いいぞ！え？で？え？どこ攻撃すればいいんだ？どこ攻撃すればいいのかわかんない。ちょっと一回飛び降りて、え？どれ攻撃すればいいの？目ん玉破壊した後。いった！やばい。なんかわからないぞ。どこを攻撃すればいいのかが。あ、待って、橋なくなっちゃった。制限時間があるんだ。避ける！避けられなかった。じゃあ、回復して。え、てか、あんな遠いのによく狙えたな、今。どういう攻撃してきたんだ、今。目ん玉。目ん玉よこせ。目ん玉どこだ？え、目ん玉、あ、いたいたいた、目ん玉刺さった。ちょっと待って。え、早いしさ、すごい動くから狙いづらいのよ。あ、どうしよう。やっぱでもああいう高台から狙った方が良さそうだな。あ、待って、こっちに橋できたぞ。飛びつく。あぶねー、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 あぶねー。あ、これで一発死ぬとかあるな、絶対。あっぶな。これで？あ、めっちゃ遠くから狙える。オッケー。あ、メンタル二つ出てるぞ。あ、待って。あー、クリ
ちの目ん玉は、あ、いいぞ、壊せた。けど、あとどこ狙えばいいのか分かんないんだよな、このダウン状態の時に。あ、待って、目ん玉いる。よし、ナイス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 。あ、待って、まだいる。目ん玉まだいた。あ、で、開いちゃった。こっち開いちゃったから。あ、目ん玉いっぱい出てきた。あ、待って。3つかな、目ん玉。まずい、これまずいんじゃない、避ける。あ、すごい。あ、そういう攻撃してきたんだな、遠くにいるときは。あ、まずい、これまた来るぞ。来た来た来た。避ければいいのさ。痛い。よかった、一発で死んだかと思った今。で、ちょっとまた離れ、痛いよ。また離れて、あ、待って、そっちの、あ、手りゅう弾とかも効くのか。ちょっと投げてみるか、手りゅう弾。これをまたやって、あ、でもこれ今ライフルで狙えるな。あれ、目は、あ、いた。いいぞ、目出してくれ。え、どこ、あとの目、あ、いた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 。いいぞ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 、もう一回、よし、ナイス。え、これ逃げた方がいいよな、これ逃げた方がいいな。逃げて、え、食らいすぎじゃない、強いって。さすがに救急スプレー使って、あ、そっちに行けるようになったので、もう一回逃げよう。で、高台飛びつく。またこれか、毎回飛びつかなくちゃいけないのか。レオン体力えぐいな、本当にすごい。で、またここ登って、あ、操作できないけど、来ちゃった来ちゃった、待って、危ない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 、操作する操作する。え、あ、それすごい、何それ。あ、そんなことできるんだ。で、ここから狙えたりする。あ、いける。あ、すごい顔になってた今。で、ちょっと待って、こいつと近くにいると攻撃されるので、なるべく遠くに逃げよう。あ、オッケー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 。あ、こういう戦い方だな、多分。飛びつく。またかよ。よし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 。あ、でもなんかやり方が分かれば、シンプルかもしれない。で、登っとこう。なんか攻撃できたりもするんだね。あ、メンタのタクス。あ、もうちょっと近づいたタイミングであれをやれば。いいのか、すっごい外してる。待って、リロードしとこう。で、これ絶対倒されるので、いやー、あ、よかった。海に投げられたら死んでたよね。で、どこだここ。あ、いける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 、今のうち今のうち。で、飛びつくぞ。はい、よし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 、オッケー。ふぅ、ここに来て、またあの攻撃をしよう。あれ、痛い。なかなか、そっか、近いと攻撃できないよな。よし、飛びつき方すごいな、レオン。雨で濡れたり、なんか滑ったりしないのかな。で、分かった、あいつが近づいた瞬間にこれを操作すると、あ、今いけんじゃない、今なんか端っこみたいのが来て倒してくれると、そういうことだよね。よしよしよし、なんか RE2 でこんな感じのやり取りしたもん。お、え、これを使って、あ、ロケットランチャーですか。あ、取ってないからないのか今。ちょっと待って、どこ、とロケットランチャーどこ。ロケットランチャー、よじ登る。間違えた。え？あ、そんなんできんの？え、かっこいい。気持ち悪いけど。え、ナイフで刺したけど、ちょっとロケットランチャー取らず、痛いよ。そうだよね。そりゃこんなところいたら攻撃食らうよね。取る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 。入るかな？来たー。これで、ちょっと待ってね。頼む。橋来てくれ、橋。まずい。これまずいよ。待って。手榴弾とか投げてみる？
手榴弾投げて、いいぞ、端っこい、端っこないな。あ、でも今いいんじゃない？これでさ、もうロケットランチャー撃ったらどう？この目ん玉に。あ、嘘。待って、でもかっこよく決めたい、最後ぐらい。もう一回焼夷手榴弾、いいぞ、避けて、よし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 、大丈夫大丈夫、落ち着いていけ。もうロケットランチャーがあれば勝てるんだ、今までのね、あれで分かってる。やばい、手榴弾、手榴弾、痛い、やめてー、手榴弾なくなっちゃった、先行手榴弾じゃない、焼夷手榴弾がなくなっちゃった。待って、端来ないんだけど、あ、どこ行った、あいつどこ行った、いたー、手榴弾、手榴弾じゃ、ちょっと待って、危ない危ない、どうしよう、ショットガンでちょっと撃つ、ちょっと撃つ、あ、待って、今ひるんでるぞ、よじ登る、いいぞいいぞ、目ん玉刺して、やっほー、いや、あのね、ちょっと待って、近すぎて攻撃ができないのよ、痛い、はぁ、待って、死にたくない、絶対に、てか橋来なくなった、マジで、もうここで戦うしかないのか、そんな感じだな。あ、すごい来てる、手榴弾、いや、いやー、ひどい、もうこれどこでもいいのかな、ロケットランチャー撃つの。なんか目ん玉狙わなくちゃかと思ってすごい頑張ってるんだけど、あ、いや、来ちゃった、先行手榴弾、先行手榴弾投げて、なんでやねん、ねえ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 、ちょっと降りたいのよ、痛い痛い痛い、登らずにこの辺とかどう、もうやっちゃう、マグナムを、いや、意味なさそう、これもうやっちゃっていいのかな、目ん玉じゃなくて、やっちゃうか、ロケット、痛い、こんな化け物とよく戦えるよな。じゃあ行きます、ロケットランチャー、ファイヤー、来たよ、素晴らしい、いや、あの目ん玉にやんなきゃいけないのかと思ってすごい狙ってたんだけど、そんな目ん玉狙いしなくてもよかったのか。これだ、サンプルで、エイダが欲しがってるんだよね。Sorry, 悪いけど、それはいただくわ。エイダ、わかってるのか、これが何かを。うん。お、お迎えか？わーお。乗せてもらおう、悪いよ、悪いようにはしないわ。でもウェスカーの元に、あなたも早くこの島から出た方が良さそうよ。あ、爆発するのね、出た、おなじみの、押すなよ、もう押したね、これあげるわ、じゃあまたね、レオン。うわー、お、泣けるぜ、かわいい、ベリーキュート言ってたね。あ、ジェットスキーの鍵を取った、ジェットスキー、緊急事態解除、エレベーターの封鎖を解除します。ちょっと待って、こっからか、こっからかー、てかすごい、サドラー様戦でめっちゃ手榴弾系使ったからすっごい空いちゃった、この辺。あとマグナムも全然使わなかったねライフル基本使ってたかな。っていうことで、逃げなくちゃいけなくなったんですけど、焦げ、わー、10枚、やった、
これでいろいろ武器開発できるけど、もうやる必要ないよね、多分武器の開発。開発？これでどこ向かえばいいんだ？あ、左側ね、OK。左側に、あ、エレベーターに乗って、よし、操作する。あと2分ね。まあ、いけるでしょう。あ、アシュリーいた！よかった！ね、大変な目にあったの、急ごう！島が吹っ飛ぶ！え、どういうこと？あ、でも商人のもと行きたかったな。さすがに行ってる場合じゃないもんね。え、行けないよね。行くのはやめとこう。よし、じゃあ進んでいこう。ちょっと待ってね、敵いそうだな。あ、でも大丈夫だ。来てもらって、アシュリー、これは受け止めなきゃだよね。久しぶりだな、この受け止めるのも。よし、行くよ、アシュリー。気をつけていこうね。ちょっと待ってて、いるでしょ、絶対。いない、意外に。え、これジェットスキー。おお、え、かわいい。ちょっと待って、調べよう。ジェットスキーの鍵、 A だからもらった鍵、脱出用ジェットスキーに使用可能。かわいい。なんかこのクマちゃんの背中にチャックついてるけど、なんか発信機とか入ってる？使う。ジェットスキーの鍵を使った。よし、アシュリー大丈夫かな。振り落とされたりしない？これなんか操作する？もしかして操作するね。え、なんか追っかけてきたりするかな。戦いはできないもんね。え、でも気持ちいい、これ楽しい。いいね。おっと、危ない。え、いいいいいい、楽しい。え、おっと、これ、あー、すごーい。敵は出てこないんだな。あ、でももう脱出できたぞ。孤島からの脱出、あと1分。でも水がかかってる。しっかり捕まってろ。うわー、待って、加速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 して、全然見えない。加速するけど、あれ、なんで、なんで、なんかぶつかった？見えなかったんだけど。ん？加速しすぎもあんまり良くないってことなのかな。ちょっとまあ乗るけど。よし、じゃあ加速のところまで飛ばしますね。さっきより5秒ぐらい巻いてんじゃない？よーし、行くぞ、加速してるぞー。なんかにぶつかったっぽかったの。あ、この岩にぶつかったのか。また同じことやっちゃったよ。はい、加速のところまで来たけど、これにさっきぶつかったので、え？ぶつからなくても死ぬってどういうこと？加速が足りないのかな？ 4 回目ですね。なんか同じところで毎回死んでしまうんですけれども、岩に当たって死んだのかと思いきや、意外と岩に当たらなくても死んでたので、ちょっと加速をとにかくするっていうことを意識してやっていこうと思います。もう加速してますね。で、この後岩が落ちてくるのをこっちで、あ、進めた進めた、オッケー、これでいけるか。え？難しいけど、まあ、でも道順さえ、ルートさえ分かってれば大丈夫だ。次こそ行ける。よし、加速して、岩が来るので左側に避けるからの、こっちいいぞ。で、こっちいいぞ。こっちだな。オッケー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 、いいぞ。外が見えた。え、いけたー！ 5 回目でやっといけたー。あー、よかったー。アシュリー落ちちゃった。大丈夫？アシュリー、どこだ？あ、よかった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 。
泳げる、アシュリー。あ、笑顔になったね。さあ、帰ろう。任務完了ね、レオン。いや、元気か。まだ君を本国に送り届ける任務が残ってる。あ、やっと安心。よかったら、その後の任務も頼もうかしら。ボディーガードってこと？残念だ。そう言うと思ったわ。いや、絆が芽生えちゃったね。ところで、あの女の人は誰なの？聞いてどうする？ねえ、教えてよ。俺の心の中にある幻影かもな。うわー、何それ。いやー、だってね、新卒で配属された警察官としての戦いの中でねえ、ちょっと恋が芽生えちゃった相手だもんね。うわー、終わったハザード4オリジナルバージョン、無事エンディングを迎えることができました。いや、ここまでご覧いただいた方、本当にありがとうございます。いや、もうね、めちゃめちゃ楽しかった。なんかこれまでのバイオハザードシリーズって、初代とバイオハザード0、RE2、RE3 とやってきて、なんだろう、ドロップアイテムとかがなかったりっていうところちょっと気になってたんですよね。でも今回はドロップアイテムが出てくるので、敵を倒す意味が出てくるし、あとはこう宝物、お宝とかの地図があったりとかして、なんか私としてはお宝ちゃんと集めてお金を得たいっていうようなところもね、すごい満足度に影響してきましたし、あとはやっぱ体術が使えるようになってたっていうのも今までのシリーズとちょっと違ったのかな。アイテムボックスっていう概念もなくなってて、まあアイテムボックスをお金で拡張できたりするっていうところもすごく面白かったですね。武器も改造できたりとかで、なんか自分らしい遊び方というか戦い方ができるっていうのがすごく面白かったですね。はい、エンドロールになりましたけど、いや、なんかバイオハザードシリーズでバイオハザードビレッジとバイオハザード4がすごい人気っていう風に聞いていて、まだ私バイオハザードビレッジはやったことがないんですけど、いや、めちゃめちゃ面白いってすごいよくわかったな。で、お話としても RE2 でね、レオンとエイダが一緒に戦ってたけど、そこもまた同じね、登場人物が出てきてっていうことで、非常に面白かったですし、レオンが今まではこう新米警察官だったけど、成長してなんかエージェントとしてね、アシュリーを守っていくっていう立場がまた変わったっていうのも面白かったですね。で、今回アンブレラっていうワードがそんなに出てこなかったんだけど、ただルイスがね、元アンブレラで、そういったアンブレラの知識を使って今回プラーガの研究に没頭していたっていうこととかもあって、なんかバイオハザード1、2、3の話からちょっと進んだ話になってきたなっていう、そんな感じもしましたね。いや、めちゃめちゃ面白かった。こっからまたバイオ5、6、7、8ってなってくるのが楽しみ。ハニーガン、久しぶり。ハニーガン、やっと通信が回復したわ。ハニーガン、メガネは？それより任務は？確かにメガネどうした？
ターゲットは無事確保した。これから帰還する。おめでとう、レオン。ありがとう。メガネを取ると可愛いな。帰ったら電話番号を教えてくれ。まだ任務中でしょ？なんか軽口叩けるようになってる。泣けるぜ。っていうかなんかすごい、レオンがちょっと女慣れしてやがる。これも A だとアシュリーと一緒に過ごしてきたからなのかな。あー、リザルト、命中率 82%、 衝撃対数962、死亡回数64、クリア時間27時間。すごいね、1000近く敵倒したんだ。ランキングデータアップロードしますか、まあ、しとこうか。いやー、ここまで本当にありがとうございました。本編のクリアデータから始めると、マチルダと無限ロケットランチャーが買えるようになった。あ、マチルダってあれだよね、普通のハンドガンだよね。前に RE2 で使ってた気がする、マチルダ。レオンが、うわー、あ、ちょうどセーブも100個目だ。いやー、ここまでありがとうございました。楽しかったー。次回、そうだな、またバイオハザードシリーズもやっていこうと思うんですが、次のゲームに関してはちょっとやりたいもの決まったので、また楽しみにしていただけたらと思います。ぜひ続きというか、次の動画もご視聴いただけたら嬉しいです。ではでは、ここまでありがとうございました。たまたまこでした。よかったら、またゲーム実況、他のゲームもたくさんやっていくので、チャンネル登録、高評価などしていただけたらとても嬉しいです。ではでは、たまたまこでした。バイバイ。